政治ジャーナリスト田崎志郎氏が28日放送の TBSK 情報セブンデイズニュースキャスター土曜午後10時に出演し27日の自民党総裁選で選ばれた石破茂新総裁67と決選投票で争った高市早苗経済安全保障担当相63の関係性について言及した写真、ウェディングドレスを着た高市早苗氏番組では 安住慎一郎アナが石橋が高市氏に当総務会長を打診したものの誇示し閣僚を打診されても受ける予定がないとの意向であることを紹介安住アナが「ちょっと穏やかじゃありませんが」と語ると田崎氏も「本当穏やかじゃないですこれは」と応じた田崎氏は今森山雄総務会長三賀幹事長とか 林義政さんが官房長官で再任されるとか、いろいろ出ているんですけど、その人たちは石破さんを支持した人たちなんですね。高市さんを支持した人たち、竹千野さん本人とか茂木さんらをどう処遇するかなんですよ、と石破新総裁の向き合う状況を説明。高市さんの陣営の方の発言、ですけど昨夜以来、幹事長以外ないよ、と。受けるのは、と高市氏側は、 幹事長一択であることも明かしたこれは筋がある程度通っているのは安倍・晋三さんと石破さんが争った2012年の総裁選の時安倍さんは自分が勝った後に石破さんを幹事長にしているわけですよ。だからナンバー22番目に勝った人を幹事長にするのは当然だというのが地の陣営の認識なんですよ。 と生前の安倍氏に支援を受けた高市氏を念頭に説明。でも一方で自民党内は、石破さんが勝利したように、受け入れしすぎているなと議員の認識として強まっているんです。それをするとしたら、竹千乃さんは幹事長できないということになって、これは深刻だと思いますと懸念も示した。総合司会の三谷幸喜氏から、官房長官と幹事長の差について聞かれると、 政府内の調整では官房長官が強いですし、党の幹事長だと選挙の公認とか金の分配とか差配しますから、実権は握れますねと説明した。